東近光一プレゼンツ戦国ネットスキラジ、こんにちは、こんばんは。戦国ネットスキラジパーソナリティ、歴史好きボーイ、レボナ声優東近光一です。こんにちは、こんばんは。最近気になる虫がいます。それはテントウムシです。合言葉はレッツエンジョイ。歴史好きがあるレガミポンです。はい、音響担当はコダマン。そして今回のカメラレガは、今年の夏は秩父に行きたいユコリンです。以上。以上。秩父は何があるの？秩父、実はちょっと 2,3 年ぶりのリベンジなんですけど、前回は観光というかいろいろ練り歩くよりも食を優先してしまったのでもうちょっと自社仏閣系を頑張りたいなと。秩父の美味しいものって何？美味しいもの、一番の目当ては、天然氷のかき氷を食べたくて2時間ぐらい並んだんですけど長瀞のあたりとかってね、そうですね、水きれいそうだもんね。そうなんです、キーンってしなくてすごい美味しかったね。すごい。じゃあぜひ感想といろいろ写真を撮ってきてください、そうですね、はい、いっぱい撮ってきて、また御朱印も貯めるんだね、はい、貯めますはい、ゆこりんです。なんかちょっと久しぶりだね。そうですね、忘れられてないことをね。なんかちょっと聞いたところによると少しイメチェンもちょっと大人っぽくなったですね。ね、はい、まあまあなんだろうな、イメチェン、女の子がさ、こうイメチェンするときってさ、いろいろ意味があるとかって僕はよく聞くんだけど、あ、多分ちょっと考えすぎ はい、別に特に意味がないというゆこりんでした。はい、ありがとうございます。じゃあね、今回ね50回、はい、スキラジ第50回ということなんですけどね、ちょっとほら間が僕ら最近空いてたっていうことであんまりね、こう、50回連続でこう来たなっていう気しないんだけど、そうですね、気づけば50回だった。気がついたら50回ということでね、これからも頑張っていきますね。皆さんよろしくお願いいたします。メールをいただいたんで早速紹介したいと思います。スキラジネーム、ご先祖のご先祖は転勤族かもしれないさんです。トチカさん、ミーポンさん、スタッフの皆さん、こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんは。何気なくいつも通りにスキラジを聞いていたら、何やら聞き覚えのある名前が、タツノキンゴ、どこかで聞いたような気がしたので調べたら、旧岩手銀行中野橋店の設計者の名前の一人がタツノキンゴ。飲んでいた缶チューハイを吹き出しそうになりました。もっと地元の郷土史に興味を向けないとと思うようになったお話でした。パーソナリティスタッフの皆様やリスナーの皆さんはそういうことはありますか？もしよろしければ教えていただけないでしょうか、っていうね。何気なくこう見ていたものが実は調べたらすごいものでね、もっと地元の歴史調べたら面白いんじゃないかっていう。いや、私は嬉しいですよ、百景が役に立ってるなって。タツノキンゴ、タツノキンゴね、タツノキンゴに聞き覚えがあるっていうのもすごいなって思ったんですけどね。あれ、学校の教科書なんかで習うんでしょ？東京駅の設計タツノキンゴって習いましたっけね。なんで俺知ってんだろう。学校になると聞いてたんだけど、ね、最近ほらよく復元されたばっかりだったから、そういうニュースも多かったからじゃないですか。あ、そうなのかな。なんかそういう地元の歴史とかでミーポンは、あ、これそうなんだっていう新発見とか。いやそれこそコスキラジ始めてからですよ、私岸和田に住んでたことが、あるということで岸和田出身とか言ったりしてるんですけど、ほら織田信長を撃った明智光秀の肖像画が岸和田にあるっていうのを、地元に住んでる頃は知らなかったわけですよね。それがスキラジ始めて、そうだったんだっていうのが今までで一番びっくりしたことですね。いやでもほら、一番びっくりしたのはさ、その岸和田に住んでた人にとってさ、岸和田の元殿様のご子孫がさ結構身近にいたっていうことでしょ。それが一番びっくりしたんじゃない？そうです、それ、そうだよね、光秀2番目でした。明智光秀よりもね、岡部家の方が、そうですすごい郷土史だな。なんか僕なんかだとね、結構新宿歩いてるとね、
新宿と代々木、まあ、新宿西口あたりなのに、うん、千駄ヶ谷橋っていうね、橋の跡を見つけたんだよね。あ、千駄ヶ谷って、うん、千駄ヶ谷の駅ってあるじゃん、はいはい、ずいぶんもうほとんど新宿駄ヶ谷駅なんだよね場所。その千駄ヶ谷橋って書いてあるその石碑の、うん、石碑というか遺跡の橋の跡は千駄ヶ谷はどっちかっていうと渋谷の方が近いんですかね。そうだよね、だ新宿の本当に西口のすぐ出たところに千駄ヶ谷っていうその名前の橋があるって聞いあの知った時は、うん、あ、昔はこの辺りも千駄ヶ谷だったんだっていうのでね、広かったんだ千駄ヶ谷ってっていうのはまあちょっとびっくりした ね、まあ地元のね郷土史にもね興味を向けないといけないなっていうふうに思った一例だよね。そうですね、確かに、まあ、ミーポンの岸和田にはかなわないけどねまあ、こんな感じでね、はい、結構日本全国どこに住んでる人でも地元の歴史紐解けばえっていうのは一つか二つはね絶対あるはずなんでね、うんうん、興味を持っていろいろとこう練り歩いてほしいなっていうね、スキラジとか聞いて興味を持ってほしいよ ね、 ねまたちょっとツボつついていきましょうよ皆さん。そうだね、郷土史は面白いよっていうことで ね、うん、はいはい、まあ、あの意外な発見があったら、ぜひメールを送ってきてください。それでは皆さん今回も面白マニアックなスキラジトークに最後までお付き合いくださいませ。戦国ネットスキラジ第50回、皆の者いざ出陣じゃ。トチカコウイチプレゼンス戦国ネットスキラジ、ぐるっと60予習。今回は備前の国をご紹介いたします。はい、備前の国、備前の国というのは、どこだと思います？今の何県？岡山県、岡山県のちょっと兵庫寄りの、ちょっと兵庫寄り岡山県のちょっと兵庫寄りの方じゃなかったかなまあ、方角で言うと、はい、南東になるのかな、うん、南東部が、うん、備前って言われたあたりで、はい、備州とも言うんだよね、うんうんうん、でも備州っていうのは備前、備中、備後ってあるんだけど、はい、どれも備州なんですよ。だ、うん、でなんでかっていうと吉備の国っていうね、昔は吉備の国、あの吉備団子とかの吉備の国って言われてて、うん、その吉備の国のことを備州って言ってたのよ、うんうん、でそれがまあ分割されてもそれぞれもう備がついてるということで備州備州備州っていうか、備州だけだと備中か備後か備前か分かんないっていうね。あ、うん、でさっき言った吉備の国っていうのは、うん、結構そのもともとすごい古くから開けてたところらしくて、稲も稲作も盛んだし、うんうん、塩作りも盛んだし、鉄の生産とかも盛んだっていうことで、今でいう先進地帯だったんだよね。発達してたっていう。で古墳とかのある時代なんかも、うんうん、でっかい古墳が、普通奈良ってイメージあるでしょ、大和っていう、大和に次ぐ巨大な古墳がたくさん吉備にはあった、うんうんうん、岡山あたりにはあったっていうね。あの三角淵神獣橋とかっていうね、習ったでしょ、ね、なんか鏡ね、銅鏡、はいはい、あれなんかもいっぱい出てきたっていうことで、かなりこう力の強かった地域だと。そうかそうか、 あれの枚数がいっぱい出てくるとこの方が、うんうん、そう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 、っていうことなんですよね。そうなんだよね、うん、まあ力の強さを表してると、その鏡の多さとかがねって言われてるよね。だから吉備の国っていうのは多かったんだって。でそのまあ吉備、また語源なんだけど、はい、今回備前なんだけど、まあ、吉備っていうのの前だから、うんうん、まあ、吉備の語源に入るんだけど、まあ、吉備っていうとやっぱりきび団子の吉備ね、桃太郎やっぱその吉備から来てるんじゃないかっていうのが一番有力なんだよね。はい、うん、まあ吉備がよく取れてたのかな、米以前は。うん、稲作も質なのか、うんうん、まあ稲作が入ってくる前から吉備がよく取れてたのかもしれないね、うんうん、ちなみになんだけどさ、岡山名物のあの吉備団子ってあるじゃん、はい、あの吉備団子は吉備の国の吉備っていう字なんだよね。
あ、そうですね。今売ってるきび団子はあれはあの、はい、どっちかというと白玉粉とか、うんうんうん、お米の米粉を使った団子でしょ。あ、はいはい。で本来きび団子っていうのは それこそきびの粉を使って練った団子だから。あ、そうなんだ。そう、今僕らがよくあの新幹線の駅とかで売ってるようなあのきび団子は、うんうん、あれはもう明治になって生まれた郷土菓子、まぶされてるっていうか、そういうのじゃないんだ。まぶしてないのもあるんだって。もう普通になんかお餅っていうか、あれもきび団子って言って、その場合はもうきびの国の団子っていう意味ね。あ、で桃太郎とかがよくあの、はい、犬とか家来に渡したあれはもうきびの粉を練ったものだから、もう全然味も違うし、雰囲気も違うっていうね。で、備前の国なんだけど、そのきびの国っていうのが、うん、人心の乱ってあったでしょ、はあ、昔ね、あの大天の王子と大友の王子っていうのがさ戦ってさ、で勝った方が天武天皇になったっていうね、うんうん、でその天武天皇が勝ってその人心の乱のすぐ後に吉備の国が分割されたんですよ。あ、それまでは三分割されたと。広かったんですね。もう吉備の国っていう備前備中備後美作が一つになって吉備の国だったんだけど、うんうん、それがまず三分割されて、はい、奈良に近い方から備前で、後ろが備中で、一番なんていうかな、山口県の方が、うんうん、広島の方が備後ってなって、うんうん、でその理由はやっぱりその人心の乱で吉備の国が負けた大友の皇子の方についてたからだっていう説があるよね。だからもう力が強いから、その負けたから分割されたってこと、力を弱めるためにね。あ、じゃあ収める人たちを4人に分けたんだね。そうそうそう、まあそんな感じだよね。でさらにその備前の国をの北の部分をさらに分割して美作っていう国を作ったと。備前はさらにだから二分割されたっていうことで、要は吉備の国は四分割されたよっていうね。なんか藤原京っていうその都から木簡が出てきたらしくて、うん、そこに漢字が書いてあんのよ。でそこは吉備の国のことをなんかあの吉備の道の口の国って書いてあるんだって。前っていうのを口って読んだみたいだね。あ、入り口ってことか。そうそう、まあ、要は備前のことなんだよね。でまあ、中心部は今の岡山市の高島っていうあたりにありましたよっていう話なんだって。単純にさ、今さ、はい、備前って言うとさ、うん、何を思い出す？備前焼き。備前焼きだよね、はい、焼き物だよね、うん、もう一つない？え、もう一つ、うん、なんだろう。備前って聞いたらもう備前って言うだけでね、備前っていうお城ないからね。備前も、あの備前って言ったら焼き物のことを、備前焼きのことを備前って言うんですよ、はい。もう一つ有名なのがあって、刀ね。刀の産地なんですよ、今ちょっと流行ってるんでしょ刀、うん、流行ってますよね。備前長船とか言って、その備前って刀の産地なんですよ。そうなんだ。そうで備前って言うと刀のことも指してんだよね。まあ、でもミーポン的には焼き物だよね。はい、そういうイメージがありますよ。これ焼き物って昔からその備前焼きって有名だったみたいで、うん、その古墳の石棺ってあるじゃん、あの遺体を納めた棺、石でできた、はい、あれ石棺っていうでしょ、はい、あのね石棺がね焼き物でできてるのなんだって、焼けるのあのサイズを。そうだから土器で作った、まあなんていうの、棺だよね。あ、土器っていうか、まあなんていうの、昔その備前焼きってもともと素焼きっぽいものから発展したらしいのよ。あ、弥生時代の。そうそうそう。だその、まあ、備前焼きのだから棺っていうのもあったみたいだね、岡山の方では。すごい。全国にあるその焼き物で作った棺の 75% は岡山県内で出てくるんだって。でその岡山県にあるその焼き物の棺のうちの 70% は美作にあるらしいんだけどね。ただやっぱりその産地はやっぱ備前、そこから持ってったんじゃないかっていうね。すごいですね。で元々はなんかあの、うん、何すり鉢とか壺とか、うんうん、日用雑器として作ってたらしいんだけど、まあ戦国時代とかねになると茶器だよね、やっぱり。あ、やっぱりそうですよね。備前焼きの茶器だよね。安土桃山時代よりも前に作った
た備前焼は小備前って言って、まあ、あの価値が高いよ ね鑑定団とか、ね、そう小備前っていうとね、うんうん、馬が高いっていうねこれ面白い話があって、はい、神谷宗旦っていうね博多の商人がいるんですよ。戦国時代にいたんですよ、はいはい、で茶人でもあるんですよ、その人って。その人ってあの茶会の日記書いててね、うん、文禄3年4月7日の記事の中にね、うん、備前鉢に笹ちまきの台なるを湯に浸して出すなりって書いてんだよね。備前鉢っていう鉢だよね、はいはいはい、ちょっとお皿よりもちょっと深いすり鉢みたいな形をした器に笹ちまきだよね、ちまきを笹に巻いた あれを乗っけて茶会に出したっていう、うん、あらまあ普通の皿じゃなくて備前焼きの鉢に出して出しましたよっていう記録があったりしてね、なかなかお茶会とかでも使われてたみたいだね。でもう一つ刀ってさっき言ったでしょう、うんうん、刀はねやっぱ鉄がよく出ると、うん、大昔からその鉄の生産ってさっき言ったでしょう、うん、吉備地方って、うん、だから鉄が いい鉄が出るっていうことで、うん、もう平安時代の終わり頃から室町時代の終わり頃まで600年ぐらい、はい、もう刀といえばもう備前だった。そう今国宝になってる刀ってあるじゃん、はい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 、国宝に指定されてる刀の半分近くは備前刀なんだよね。へえ、うん、なんかそれだけ強いんですかね。よくいい刀なんだろうね。だからやっぱ強いっていうのもあるし美しいっていうのもあるだろうし、でもそっかそれだけ数を作っている、まあ、数もあるだろうしね。いい刀工さんって刀鍛冶さんがいっぱいいたんだろうね。へえ、でその刀も初期のものは小備前って言うんだよ、うん、刀も、そう刀もだから刀と焼き物ややこしいんだよね。小備前っていうと焼き物なのか刀なのかよく分かんない時あるよね、それだけ聞いてると。刀も違うんだ。でその鎌倉時代の初めから、はい、その中頃までは福岡一文字派っていうのがその備前刀の中でも力持ってて、で中期から室町時代の終わりまでは長船派っていう刀鍛冶の集団が栄えましたよって。でこれそれだけ栄えたのに、うん、その天正19年、はい、秀吉の時代だよねに川が大洪水あっちゃって、吉井川っていう川が、うんうんうん、で備前の鍛冶さんたち壊滅しちゃったっていう、もうそれで刀の歴史終わっちゃったんだよ、それだけ長く続いたのにね。なんかそういうだから幻の刀になってんだよね、ちょっと備前刀ってね。それでも今一番残ってるんですね。でまあ備前の国の、まあ、戦国時代っていうか、はい、そういう歴史を見ると、うん、ちょっとこの辺ってマイナーな武将が多いんだけどさ、もともと平安時代に平家が力を持ってた地域なのよ、うんうんうん、で鎌倉時代になってその源平の戦いでもだから平家方で戦った人いっぱいいたから、うんうん、鎌倉時代になって源氏のその息のかかった武士御家人がいっぱい関東からやってきたと、はい、で室町時代には赤松さんっていう守護がいて、赤松さんそうそう、この人播磨の国の守護なんだけど、うんうん、備前の国の守護も兼任してたと。ところがまあ応仁の乱とかいろんな乱で山名さんとゴタゴタしたんだよね。そう、天皇殺しちゃった人、ね、将軍ね、あ将軍だ、将軍殺しちゃった。でゴタゴタしてる間に、うん、家臣の、うん、浦上さんっていう人が出てきて、うん、その浦上さんが下克上で主君の赤松さん倒しちゃいましたと、うん、戦国大名になっちゃった、うんうん、浦上さんがね。でその浦上さんがその浦上宗景っていう人の時に今度さらに家臣の浮田直家に下克上で追放されちゃったと。それで浮田なんだ。で浮田さんは、うんうん、岡山城を本拠に信長と組んで絶好調だったんだけど、うん、その浮田直家は本能寺の変の半年前に病死しちゃったと、うん、で直家さんの後継ぎが浮田秀家、うん、そうで秀家は秀吉に可愛がられて御大老になってと、うんうんうん、でも関ヶ原の戦いで西軍についちゃったせいで大敗しちゃって八丈島流されちゃった。あ、そうですね。でその後に、うん、関ヶ原で裏切った小早川秀明が岡山城に入ってきたと、うん、でも秀明も2年後に死んじゃったと、うん、でその後は池田輝政の子供たちが岡山に入ってきて、うんうん、明治維新になるまで池田家が治めましたよっていう、まあ、備前の歴史なんですけど、うん、ここで恒例のぐるっとといえば恒例のクイズですよ。いきますよ、はい、備前の国クイズ問題。
備前焼が販売されているシーンが描かれている絵巻物はどれでしょう。備前焼が販売されているシーンが描かれている絵巻物は次の3つのうちどれでしょう。1番鳥獣人物戯画、はい、2番一辺承認絵伝、うん、3番蒙古襲来絵言葉。さあ備前焼がね、実際にねあの売られてるシーンが書かれてるんですよ。いやいやいや、絵巻物蒙古襲来だって戦じゃないですか。そんな時に売ってるかな。備前焼売ってるシーンがあるんだよね。でもそしたら一辺承認かな。1番鳥獣人物戯画、2番一辺承認絵伝、3番蒙古襲来絵言葉。いや私鳥獣戯画は見たことあって多分なかったと思うから2番一辺承認。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー正解。これ結構考えた。いやだって蒙古襲来の時、うん、ねえあれだってほら鉄ハウとかあの戦ってる絵巻じゃないですかあれは。いやでもいろいろほらあの物を入れてるかもしれない。備前焼の壺にいろんなもの入れてるかもしれないじゃん。え売ってる、まあ、売ってないか、まあ、売って、まあ、そう、まあ結局答えは2番で合ってるんだけど、うんうん、一辺承認絵伝にはですね、うんうん、備前焼が販売されているシーンがね実際に、そう店先で売ってるシーンが描かれてて、おそらく備前焼だろうと思う。やっぱ焼き物だから何焼きって分かんないんだけど、その一辺承認さんの絵っていうのはいろんな一辺ってほら一辺智信っていうお坊さんなのよ、次州の開祖のね、そのお坊さんの伝記を描いた絵巻物なんだけど、鎌倉時代のその伝記あの絵巻物っていうのはその一辺さんがいろんなところに行って布教した話だから、いろんな町が描かれてるのよ。でその中にその福岡っていう備前の福岡の位置っていうシーンがあってね、これ大都市だったんですよ当時。福岡の位置っていうのはもういろんなものが売られてて、もうなんていうのかな、何でも売ってるよっていうような栄えた町だったんだけど、そこのシーンに備前焼をごそっと並べてる商人が描かれてんだよね。じゃあ福岡まで売りに、福岡って福岡県の福岡じゃないよ。あ違うんだ。備前に福岡っていう地名があるんですよ。あるんだ。そこのシーンね。これは多分備前焼が描かれてる最初の資料じゃないかって言われてる。あの国宝ですよ。あ一辺。その第4巻に書かれてるんで。じゃあいつかお目にかかりたいな。そうだね。鳥獣人物戯画も国宝だけどね。あれも知ってんでしょ。見たんでしょ。見ましたよ。蒙古襲来絵言葉も有名な、よく教科書に載ってるけども、あれ国宝じゃないんだよね、うん、あそうなんだ。あんだけ有名なんだけどね、うんうんうん、なんか皇室のものだから、あならないんですか。皇室御物っていうのは国宝指定から除外されてるんですよ。へ、だからあの正倉院の中に入ってるものもあれあんだけお宝だけど国宝じゃないんだよね。そっか、うん、皇室御物とか正倉院御物っていう風にもう皇室の私有物になっちゃってるから、へ、国宝からはあの除外されてんだって。だから蒙古襲来言葉は国宝じゃないんだけども、国宝級だよね。そうですね、すごい有名だと思います。っていうんでね、うん、まあ、備前の国結構勉強になりました。なりました。あの岡山城一回行ってみたいんですよ ね、 あの黒いお城好きなんで。黒いお城なんかジャークっぽい なんでなんで、はい、かっこいいからはい、じゃあ締めてください。はい、ということでぐるっと60余周、今回は備前の国をご紹介いたしました。どっちか高一プレゼンス全国ネット好きラジ。改めましてレボ、どっちか高一です。改めましてレガミポンです。はいはい、まあ季節的にもう暖かくなってきちゃったんですけど、うん、ミポンは温泉って好きですか。あ好きですよ。冬になると入りたくなりますよね。だから今暖かくなってどうなの。暖かくなるとあんまり、いや夏もね、うん、まあもういっちゃいいんですけどね。まああんまりでも夏の温泉ってあんまり聞かないよね。温泉地に行こうってあんまり気にしないよね。まあ日本人は基本的にあの温泉好きだってよく言われてるんですけど、観光経済新聞っていうねあのところが調べた、まあ、発表してる2016年度、はい、昨年度だよね、うんうん、の日本の温泉100選っていうランキングがあるんですよ。はい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 、によるとですね、ベスト3
何だと思います？日本三大温泉どこだっけなでも現代の人が選んでるからね。いや、やっぱりでも三大温泉は行くでしょ、行くでしょ。歴史上だけじゃないからね、選んでんのまあそうなんだけどなんか有馬と、うん、草津と、うん、もう一個どこだ。ベスト3だよ。ベスト3もう一個どこだ、うん、道後温泉とか。道後温泉が何位？3で2が多分有馬で1が草津でしょ、うん、はあ、ゆこりんどうですか。あれその歴史じゃないって言う、まあ、いろんな人だよねいろんな人が選ぶ温泉ランキングの、はい、でもな、うん、九州も多いからな、うん、でもなんだろう、うん、温泉イコール草津っていうイメージは、うん、その詳しく、うんうん、あんまり歴史とか詳しくない人でもこう、うん、イコールでつながりやすいところが上に来るんじゃないですかね。2人揃って1位は草津。草津だと思いますけどね。大正解。やっぱりやったね。このね草津はね、まあ結構これ第30回なんだって。その百選のランキングがね、2016年度が、うんうんうん、で2003年度から、はい、もうずっと連続14年間1位は草津なんですよ。もう圧倒的なんだよね。でも草津さ、ゆこり行ったことある、うん、ないない。なんかねすごい変っていうか、なんか行き人って言ってくれ、人って変なとか言うな、なんていうかな人をね離れた、うん、そこがだからいいんでしょ多分。みんなね、そっか、そうそうそう。大江戸園温泉物語とかでもいいんだけど、あそこではまた雰囲気違うから。でもなかなか行けないようなところだから憧れるのか、うん、そうだよ、みんな当時に行くんだから。あ、うん、しし、ちなみに2016年の2位は別府、うん、3位は鹿児島の指宿ね、なんだって。もう草津はねもうずっと不動の1位が続いてるっていうんでね、まあ今も昔もだから人気だったっていうのがよくわかるのが、江戸時代にね、はい、温泉番付っていうのがあるんですよ。相撲の番付みたいに東西あって、で江戸時代は横綱っていないから最高位は大関なんだけど、うんうん、東の大関は草津の湯なんだよね。西どこだと思う？西の大関。有馬って言いたいんだけど違うのかな今の流れ。いや有馬でいいんですよ。あ、いいんですか。もうこの、うん、西の有馬と東の草津ってのは江戸時代でももう不動の地位を、だからもうかなり長いことだから王者の地位にいるってことだよね草津は。うん、すごいな。でさらに遡って戦国時代になるんだけど、うんうんうん、戦国時代 の、まあ温泉の評価ってどうかっていうとね、はい、万里集区っていうねお坊さん&歌人がいるんですよ。でその万里集区さんがその梅花無人蔵っていうね旅日記みたいなの書いてんですよ、まあ、詩を書いてる本なんだけど、その中にいろいろこう思ったことを詩にして書いてるんだけど、うん、その中にねこんなこと書いてんですね。本邦64州国ごとに霊湯あり、うん、まあ名湯だよね、霊湯ありと。その最たるは下野の草津。これ多分神津の間違いだよ、はい、あ、そっか。で、まあ、原文は下野になってんだけど、うん、まあ、草津津用の有馬、うんうん、津ってのは摂津、要は、京都だからあっちの方の有馬ね、兵庫の、うん、で飛州の湯島、うん、飛州って飛騨のことですよ、うんうん、要はこれ下呂温泉のことなんですね。飛州の湯島って、の三所なりと。だから戦国時代の、旅して歌を読んでたその万里集区さんの温泉評価でも、うん、もう日本にはたくさん国ごとに有名な温泉地あるけども、その中でも特にすごいのは草津と有馬と下呂だって言ってんだよね、うん、だからまあこれが三大温泉地ってよく言われてるんだよね、うんうんうん、下呂温泉と有馬温泉と草津温泉ね、うんうんうん、でこの万里集区さんおそらくね延徳3年1491年頃に実際に入ってるんだと思うんだよね。へおそらくね。万里宿さん太、うん、田道家の歌仲間の人ですよ、ね、歌仲間なんかチャラいな言い方がチャラいんだけど歌仲間ってはい、はい、ね、そんな感じでね、まあ、いろいろ草津が不動の地位にあるっていうことでね、戦国時代もそうだったということで、今回はですねその草津温泉についてねいろいろスキラジトークしてみたいと思うんですよ。草津温泉、うんうんうん、実際行ったことはあります？いや行ったことあるんですよ、うんうん、でなんかなんだ
その昔の人がこういう人が泊まりに来てますよっていう、そのなんだ岩畑のところの柱にこう名前が刻んであって、はいはいはい、ちょっと知ってる人の名前とかあったりして、うん、スキラジで前一回やんなかったっけ。やってた、あの庭長秀やった時に行ってるって、ね、その当時に行ってるっていうのを聞いて、多分私その後に行ったのかな、いつだったか忘れたけど、その庭長秀のやつを見てすごい感動した覚えがあります。他にもたくさんあったでしょ。あったあった。あれ、あの別に戦国時代の人だけじゃなくて、はい、明治時代とかいろんな時代の人混じってるから、うん、古いと多分大和武尊の命とかいるんじゃない。はあ、そんな人行儀とかいるんじゃないかな、探せばあるんじゃないかな、はい、寅さんまでいるからね今、100人目が寅さんじゃなかったかな確か。すごい、だからずっとあるから、当然戦国時代の人もいて、丹羽長秀もいたんだよね。ちょっと待って、ね、寅さんって架空の人物じゃないやっぱ男はつらいよはいろんなとこ行ってるから、はい、草津も有名にしてくれたんだよ草津でね叩き売りしたんだよバナナを。厚み清じゃなくて寅さんなんだ。寅さんなんだよねそうそう、でまあそれだけ有名な草津温泉なんだけど、はい、まあ、草津温泉のまず特徴って言ったら、まず暑いんだよねお湯が。暑かった。暑い、うん、もう源泉近くはもう50度ぐらいで、それをだんだんこう薄めていくっていうんで、あの湯もみが有名なんだよな、こう、うん、パッタンパッタンやってるでしょ、うん、あれなんか温度下げるだけじゃなくてね、うん、お湯を柔らかくするんだってね。へえ。あとなんかそれをやることで準備運動になるんだって、うん、お風呂入る前に。お風呂入る前にあ本来はするもんなんだ。そう、準備運動しないと、それはね突然飛び込んだりしたらね暑いから、とにかくね、うんうん、もう心臓に良くないっていうね。ちょっと代謝をまず運動してあげてそう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 、ちょっと軽く汗をかいて、体を慣らしてね。へえ。うんうん。でまずその温度が高いっていうのと、あとすごい強い酸性のお湯だと、うんうん、1円玉をね1週間つけとくと溶けてなくなっちゃうらしいよ。え、溶けてなくなる、なくなるんだって。綺麗になるとか、うん、じゃなくてなくなっちゃう、それぐらいだから強い酸性なんだよね。昔あの僕あのシルバーのリングを指輪をつけたまんまお湯に手つけたら真っ黒になっちゃった。一瞬で。だからね、指輪とかそういうのつけたまんまお湯を触らないでくださいって書いてたんだけど、うんうん、ついつい手入れちゃうんだよね。そうか、外でお湯がこう流れてると。そうです、ね、どれぐらいの、ね、そうあったかいのかなと思って触ると、うんうん、指輪が真っ黒になっちゃってさ、うんうん、一瞬にして、わすげえなこれと思ってね。誰かに言われたな、なんか草津のお湯で口ゆすいじゃダメだって、うんうん、あ歯が溶けるって、ね、溶けるそう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 、うん、だからみんなそれだけすごいその効能のある温泉だから、うん、江戸時代からもね、あの草津は湯治場として有名だったみたいで、今は知らないんだけど、うん、江戸時代草津に湯治に来る人の主目的って性病の治癒だったんだって。あでも効きそう。だから草津温泉は性病に効くっていうので、うん、江戸時代あんだけすごく流行ってたっていうか、だからそれだけみんな性病持ちがたくさん草津に来てたよっていうことらしいんだよね、うんうんうん、だって普段だって、うん、自分家では蒸し風呂でしょ、あのなんていうの、そうお湯に浸かるじゃないですもんね、うんうんうん、だからもう薬湯だよね、うんうん、で僕らよく草津って言うんだけど、はい、本来はね草津って濁ってたらしいよ。草津で当時のお客さんが草津って言うもんだから、地元の人もだんだん草津って言うようになってったらしい、うん、やっぱ滋賀県にある草津ってあるじゃん、滋賀県にも ありますね。あれと同じ発音みんなしちゃうんだよ、うん、よそ者は、うん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 、で地元ではみんな草津って言ってんだけど、もうお客さんがみんな草津って言うから、もう草津でいいやってなったねもう今ではもう草津になっちゃったっていう ってますね。これもともとほらすごい温泉の匂いって硫黄とかすごいじゃん、うんうん、硫化水素の匂いってあるわけじゃん、はい、あれがやっぱね臭いわけよ。あね、よく卵が腐ったようなって言いますね。で草う水ってっていうのから、草う水が草うずになって草津になったっていう、あっていうのがまあ有力だよね。だからそう臭い水って考えたら、やっぱ草津の方が、うんうん、語源的には合ってんのかなって気するよね。で今僕ら草津って草に津って書くじゃん、うんうん、あれが定着したのは江戸時代で、結構戦国時代の記録とか見てるとね、草和津とかね、
草うつとかね、くそうずとかっていう風にみんな書いてんのよ。いろんな字当ててんだよね。へえ、うん、そうなんだ。あ、じゃあ匂いの方のくそうだね。だからそこから来てるから生って言ってるから、やっぱ草初とか草うずとかくそうずとかっていうのが多分へ当時言われてた名前なんだろうね。で湯治場なんだけど、うん、結構草津温泉ってさ、頼朝があの見つけて開いたとかさ、はい、行基っていうお坊さんが見つけて開いたとかっていう伝説はたくさんあるんだけど、記録はないんですよ、言い伝えだけで、うんうん、でまあなんとなくこう記録的にはっきりしてるなーって、ここが草津が湯治場になったんだろうなーと思うのはね、やっぱ室町時代の終わり頃からもう湯治場としてスタートしたと。それ以前は記録があんまないんですよ、湯治したよっていう。で逆にそれ以降は結構増えてくんだよね、湯治行ったよっていう、いろんな日記とかで有名になったんでしょうね。有名になったんだろうね。でもともと草津ってさ、冬住みって言って、はい、冬は誰もいないんだよね。今はそんなことないけども、うんうんうん、みんな夏の3月4月ぐらいから草津の方に山に入って、うん、指開きをして、で9月の重陽の節句のあたりでもうみんな山降りるんだって、それ以降は無人なんだよね草津って。昔はね、はい、そうなんだ。夏なんですか、うん、夏がねシーズンだった。だから出稼ぎに来るんだよね、あのあたりってさ、うんうんうん、そのやっぱ温泉すごい酸性っていうことで何にも育たないのよ、うん、植物が、うんうん、で水も飲めないでしょ。あそっか、水ね。そうそう、だからさ、お客さんがいるから儲かるからいるけども、うんうんうん、それ以外お客さんがあんま来ない、雪に閉ざされてる時期っていてもしょうがないのよ。あ誰も来ないから、来ないからね、山奥で。そっかそっか。っていうんで、うん、その草津の人たちも麓の村に行って生活してると。だからシーズンは夏だったっていうね。あ、逆だ今と。だからそう、今と逆なんだよ。だから草津の湯治といえば夏だったんだよ。あ、むしろ春から夏秋までっていうね、そういうシーズンだったらしくてね、まあ、そういうシステムっていうのは京都でも有名だったみたい、うんうんうん、だから湯治行く人はみんなその季節狙っていくんだよ京都から、うんうん、うーん、なんか300メートルぐらい麓に住むんだって冬は。結構降りましたね。そう、しかも山道をずっと登っていくから10キロぐらいの山道を降りていくんだって、うん、へえ。でそこに住んでて出稼ぎというか行ったり来たりしたみたいだね。あ、確かに今考えたら、そうか、水問題大変ですね。そうですよ、あんな酸っぱいなんかレモン水みたいな水だからね。そっか、料理もできないし、だから水持っていくしかないよね。ですね、今はもう中和する、うん、なんていう施設があるから水飲めるけど、昔はそうじゃなかったからね。明治30年ぐらいまでそういう行ったり来たりっていうシステムだったんだって、うんうん、今はもう定住してるけどね、うんうん、で湯治ってよく僕ら言うじゃん、はい、湯治の期間っていう、まあ、湯治さっき言ったみたいに、だいたい旧暦の3月から9月までの間がその湯治のシーズン。なんか高泉寺ってお寺があって、そこの本尊が薬師如来なんですよ。だいたい温泉地ってね、うん、薬師如来なんだよね。薬、健康にいい仏様で、うん、でそれの縁日が8のつく日だから、ラストは重陽の節句の9月9日、9月8日までその縁日でやって、9日から終わりって、里に降りるよっていう、そういうシステムだったみたいだね。うん、滞在中はだから冬人住んでないじゃん、うん、だからみんな仮小屋なのよ。あ、宿とかもないわけよ、だから仮の宿があるって感じ。あ、そうすると夏じゃないと逆に大変だそうだよね。だ武士とかレンガ師さんとかお坊さんとか奥家さんとかが、うん、まあ、身分の高い人が草津に行くときはその土地に住んでる土豪の屋敷に住まわせてもらったり、うんうん、お寺に泊めてもらったりするんだけど、一般の人たちはね、掘っ立てみたいなところで野宿みたいな形にしたんじゃない、そうそう、結構面白いでしょ。意外です。なんか戦国時代にね、横瀬成重さんっていう武将さんがいて、この人300人の家臣引き連れて草津行ったところがあって、その時はおそらく300人が泊まれる必要があるから、ちょっとしたなんか村みたいになったんだろうね、キャンプ地みたいになったんだろうね。300人が泊まれなきゃいけないし、仮小屋作んなきゃいけないからね。てかそんだけ入れるお風呂がね、いろんなところで湧いてたんでしょう。ね、なんか「地理塚物語」っていう、まあ、うん、その当時の記録によるとね、うん、
もう身分の高い人からそうじゃない人まで、もう遠近より来たるだから、いろんなところから人がやってきてたみたい、うんうん、その身分の高い人だけじゃなくて、うんうん、そうじゃない人も多分あの病気治しに来てたんだろうね。さあそういう草津温泉なんだけど、戦国時代ね、どんな人がじゃあ泊まりに来てた、あの浸かりに来てたのか、あ、湯治に来てたのか、ちょっと気になるでしょ。はい、気になります。日本湯畑でその見たんでしょ。見た見たけども、岩長秀とかいろんな人ね、はいはい、見ましたね。じゃあね、草津温泉ということでね、草津温泉クイズをしたいと思います。いいですか。草津温泉クイズ問題。草津温泉に湯治に来た記録があるのは誰。3人です。1番織田信長、2番豊臣秀吉、3番徳川家康。さあ草津温泉に湯治に来たよっていう記録が残ってるのは信長秀吉家康3人のうち誰でしょう。全然、こういとこの、いとこの書いてたから、わからないですけど、徳川家康にしてみます。残念。誰実はですね、はいはい、これごめんね、あの意地悪問題なんだけど、はい、実は誰も草津温泉には来てないんですよ。なんでやっぱりよ、やっぱ記憶ないもんだってただただね、まず一番の信長ね、はい、信長はまず草津の方まで足運んでないから、うんうんうん、でも代わりに丹羽長秀とか、うん、堀秀政、多賀常則っていう家臣が来てる記録があるんだよね、うんうん、あの新潮後期で一回紹介したかもしんないけどね、あの休暇を、武田攻めの後、うん、休暇をもらった3人が草津に来ましたよっていうのを紹介したことあるじゃん、はい、ただあれ単に休暇をもらって草津に来たっていうよりはどっちかっていうと、うん、武田が滅びた後に草津温泉ってね、真田昌幸が抑えてんですよ。ああそうですね。で真田って武田の家臣だったでしょ、うん、だから真田の様子を牽制するために丹羽長秀とか堀秀政とかを派遣したんじゃなかろうかと、単に遊びに行かしたんじゃなくて、うん、お前ら変な動きすんなよみたいな感じで、ちょっとこう睨みを聞かすために3人を派遣したんじゃなかろうかなっていうね。じゃないとちょっと物騒だよね。あ、まあそうですね。ちょっと前まで敵地なのにさ、うん、お前ら温泉行っていいよって言われて行って殺されるかもしれないじゃん。あ、そうですね、うん、だから多分ね、手ぶらで行ったんじゃなくて軍勢率いて行ったんじゃない。あ、そっかそっか、おそらくね、うんうん、まあ、真田昌幸を牽制するために派遣したんじゃないかろうかと。でも信長本人は行ってないよっていうね、はい、で2番の豊臣秀吉、これ実はですね、うん、行く寸前まで行ってたんですよ。あれ計画を立ててたんですよ。で命令書まで出してるんですよ、俺草津行くからお前ら小屋作ったり準備しろよなっていうね、命令を出してみんな準備してたんだけど、はい、うんうん、なぜか分かんないけど中止になってんだよね。文禄4年のお正月3日、はい、正月3日付でね、俺草津行くからって発表してんのよ。で割り当てしてんだよね、こういうルートで行くからなっていうルート、大津から出発して沢山通って岐阜通って、うん、で上田通ってで草津行くから、それぞれあの宿準備しとけよと、うんうんうん、で草津着いたら当然自分泊まるとこ必要だから、それを作る普請奉行は浅野と仙石と石川の3人、お前らやっとけよって。結構ガッツリもガッツリ。しかも草津のそのいろんな施設は信濃の国、甲斐の国、神津の国の3カ国の連中で作れって。で3月15日に出発予定だから、少なくとも25日前までには完成させろって言ってんだよね。っていうこと細かにあの命令書出してるのに、なぜか理由は分かんないけども中止になってんの。全員行かなかった。全員この計画自体がなしになっちゃって、流れちゃってるっていうね。これ真田昌幸さっき言ったでしょ、はい、草津を抑えてた、うん、真田昌幸が多分草津いいですよ、来てくださいよって多分ね誘致したんじゃないのっていう。ゴリゴリ、そう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 、真田昌幸はもう秀吉とか豊臣家とこう密になりたいからね、うんうんうん、うちあの庭、あの自分の領地の中に草津温泉あるからぜひ来てくださいよって多分呼んだんだと思うんだよ。でじゃあまあ有名だし行こうかなって言ったんだけど、なぜか
まあ、秀次事件の影響かもしれないけどね、あ中止になってると。うーん、だから秀吉は行ってないんだよね。うん、で家康ね、家康はですね、うん、これ家康って江戸だから近いでしょ、うん、近い近い、草津ってさ行けそう、行けそうでしょ、うん、で豊臣秀吉がね家康にね、草津いいとこだよって、自分行ったことないくせにさ草津いいとこだからね、行きなよって言ってんのよでももし忙しいんだったら草津からお湯を取り寄せて江戸に持ってきて、うん、江戸城の中で入ったらいいじゃんっていう風に言ってんだよ、すごい進めてんだよね。で家康も、あ、分かりました、じゃあそのようにしますんで、ちょっと草津に人を派遣して準備しますわっていう返事してんのよ。ただそれが実現したかどうかは分かんない、分からない、うん、ただなんか勧められたから、ああ分かりましたって言うんでね、なんかちょっとこう考え、まあ秀吉が言ってるから断れないんだろうね、うんうんうん、よくあの八代将軍の吉宗がね、うん、お湯を汲んだっていう跡があるよね、湯を汲んだって、江戸に運んだっていう、その運んだ汲み取ったところの、木組みが残ってんのよ、湯畑の中に。だからあれが江戸城に運んだ最初だって言われてるんだけど、まあもしこの家康のが実現してれば、家康が最初にお湯を汲んでたかもしれないっていうね。だから家康も草津には行ってないんです、行ったっていう記録はないんだよね。お湯を汲んだかもしれないけども本人行ってないっていうね。意外、まあ、意外っちゃ意外ですよね。徳川家の家臣ってね、あんまりね草津行ってないんだよね、近いのに。本多忠勝なんかも草津に行く予定はあったらしいのよ、うんうん、でも実際行ったかどうか分かんないし、榊原康政っていう、まあ、徳川四天王も、うん、知り合いをね草津に、ちょっと草津に知り合い、行かせるから、うんうん、ちょっとよろしく頼むよっていう、その当時治めてた湯本さんっていうね、草津温泉の領主って湯本って言うんですよ。湯本さんっていう、その湯本さんにちょっと頼むよっていう風な手紙を送ったりしてんだけど、はい、榊原康政本人が行った記録はない。へー、そう、お湯だけに湯本なんですね。あ、そう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 、多分それでゆかりの名前もらったんじゃない。うんうん、まあそんな感じでね、その三英傑は誰も草津の湯には使ってないよっていう、じゃあ誰がいたのっていうね、丹羽長秀たちは間違いないんだけど、ないし記憶ありますね、うん、これね結構ね、あれいろんな、例えば蓮華氏さんとか、うんうん、お坊さんとか、まあ、武士だけじゃなく奥家さんとかいろんな人が行って、僕結構記録引っ張ってきたんだけど、うん、全部言ってると多分時間ないのよ。あ、結構いますね。だからね、有名どころの人がいいでしょ、うん、行きましょう行きましょう、有名どころね有名どころでなんか草津に行きそうな人誰かいる？草津に行きそうな人は、うん、当時した方がいいよっていう、当時した病弱な人、病弱な人、うん、病弱そうな人誰かいる？病弱そうな人って誰だろうな、うん、以降に誰かいる？戦国武将で病弱そうで、お前草津行った方がいいよっていう人。でもあの辺の周辺の人とか行きやすいのかな、うん、だから謙信とか、まあ、まあまあまあ割と近いくないですか？謙信記録ないんですよ。ないんだ。じゃあ信玄は、信玄ないんですよ。へー、うん、どっちかっていうと有名どころだから、うん、まあまあ、じゃあ一人有名どころ出すね。こういう感じの人が言ってますと、はいはい、まずね、大谷義嗣ね。あ、病弱そうじゃんもうまさに、まあ、だって知ってるじゃん、もう知ってるもん。大谷義嗣のために草津があるようなもんじゃん。あ、まあ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 、大谷義嗣さんは、うん、実際に文禄3年の10月1日に行ったっていう記録があるんですよ。あ、じゃあ石田三成付き添ったと的ないや、一緒に行ってないね、そんな留守にはしないっていう。じゃあ、あんまり遠い人は島津とか九州の方の人とか行きにくいような気がするんですよね。まあ、行きにくいね、もっと手近な温泉行くでしょ、ね、上の人、有馬止まりなんじゃない、東北の方の人とか、道後とか。で、そのさっき言った大谷義嗣なんだけど、うん、大谷義嗣は10月って言ったけど、ちょっと遅いんだよね、行くのが。もうちょっと当時期間で言うと、もうだって、もう終わってるんだ、閉まっちゃう時だよね、うん、だギリギリ駆け込みだったんだろうね。うん、で、そのなんでこれわかるかっていうとね、うん、直江兼続が草津から戻ってきた大谷義嗣に、うん、どうでしたっていう手紙を送ってんのよ。どうでした、まあ、こんな感じ、無事に戻ってよかったですねみたいな手紙を送ってんのよ、うんうん、それに対してお礼状を書いてんだよね。そのお礼状に、その最近その草津当時行ったんだけど、まあ、大谷義嗣ってちょっと 目が悪かったと、うん、目が見えにくくなってたと、うん、
で目の病気に草津のお湯が合ってたのかどうか分かんないけども、なんか温泉の効能が現れてきてると。おだから安心してくださいっていう手紙書いてんだよね。あそうですか。だから実際に扱ったんだ大谷義嗣はってのは分かるんだよね。でただやっぱ相当目の調子悪かったみたいで、追手書きっていうその追加文に、まあ、眼病のために失礼ですけど顔が描けないから、うん、印鑑でごめんなさいっていうので印鑑をしてんだよね、その書状にはね、うん、だから相当具合は悪かったんだけど、まあ、本人は安心させるためかどうか分かんないけど、うん、なんか草津聞いてそうみたいなことを言ってると。 あと病弱そうな人、病弱そうな人か分かんないけど、ちょっと言っていいじゃん、こうちょっと年老いた前田利家とか。あ前田利家は言ってますよ。お言ってますか。前田と年老いたっていうかね、亡くなる前の年に言ってます。おでこの前田利家のね草津の湯治はね、草津温泉始まって以来のね豪華なね湯治だったらしいよ。豪華豪華絢爛、やっぱもう前田利家が亡くなる前年ってなるとさ、慶長3年の4月にいたらしいんだけど、うん、もう五大老の徳川家康の次に実力者でしょ、うんうんうん、まあ、秀吉まで生きてるんだけど、うん、もう100万石ギラギラさせながら、まだ100万石じゃないんだけどね、うんうんうん、でももう実力ナンバー2の人の行列だから、もうみんながね、その当時に行った前田利家にねお見舞いを送りまくるのよ、お見舞い品。そうだからもういろんな大名がね、あの前田利家とこう、まあ、なんていうのかな、つながり持ちたいせいで、お近づきに、そうそう、もう布団を送ったりね、うんうんうん、あと綺麗な布を送ったりね、うん、あとたらいとかね、お風呂で多分使うだろうと思うようなやつを次から次へとお見舞いっつって送ってたらしくて、それを持ってくる人たちとかお見舞いの人たちがもう行列をなしてたらしくて、草津がもう人で溢れてたっていう、面白いらしいよ。うーん、ただまあ結局あの1ヶ月ぐらい行ったらしいんだけど、うん、滞在したらしいんだけど、うん、まあ翌年ね結局亡くなっちゃってるからね。ただ前年はなんかもう1ヶ月もいるっていうことで、お気に入りのね能の役者さんとかも連れてってるらしいんだよ。で能の役者さん、コンパル七郎っていうなんかお気に入りがいたらしくて、うん、その人連れていくってことは当然能舞台も作るんだろうね。そう、草津にね、ま、回すね、回ってもらうために連れて行ってんですね。そう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 、だからまあすごいなんかあの大行列が組まれていったみたいだよっていうね。それ当時とかに女性も一緒に連れてったりしないんですか、ね、全然いいんじゃない。あ、じゃあありなんだ。ありなんじゃない、女性もあり。もう平和な時代だからね、戦じゃないから。じゃあなんかちょっと豊臣系とかちょっと熱い感じなんですね。やっぱ平和にならないとなかなかいかないよね。そうそうそう。じゃあ秀吉のお母さんとか。お母さんなかなか草津まで行けないけど、惜しいね。惜しい。朝日さんが行ってます。あ、妹。妹だ、病弱だったじゃん。朝日姫って病弱なイメージない。あ、なんかゴホゴホ元気ないじゃん。徳川家康のなんかあの後添えにされてさ、お母さんと離れられてなんかちょっと落ち込んでるじゃん。元気ないじゃん。でまあ実際に本当に病気だったみたいでね、病気がちだったみたいで、まあ家康が草津行っといでって言ったんだろうね。でその実際にその草津に行った時の記録はないんだけど、うん、草津に行った帰りの記録が残ってるんだよね。行った帰りのね、うんうん、で小諸に立ち寄って、その家康の家臣の依田康国っていう人から、うん、いい接待を受けましたよっていうのがなんか官製徴収書家譜っていう本に載ってるらしくてね、うんうんうん、でも結局この草津当時の3年後に朝日さん亡くなってるからね。でもじゃあやっぱりちょっと病気だったんですね。そうだね、物見湯さんとかじゃなくてやっぱ病気療養を目的に行ってんだよね、うんうん、でもそもそもそこってあの、うん、真田昌幸の領地なんですよね。領地の一角なんですよね。そうそう、全然違うあのなんだ家の人、うん、って自由に入れるもんなんですか。入れない。だから当時に行く前に、うん、あの真田昌幸に手紙を送っておかなきゃダメ。行きますんで、うん、よろしくお願いしますって。で、あの実際には行ってないんだけど、うん、織田秀信ってさ、うん、信長の孫いるじゃん、はい、三法師、うん、あの人が大人になって草津行きたかったんだって、うんうん、でも、ま、当時は真田信行なんだけど、あの沼田だから、うんうん、沼田の人が治めてるから草津って、うんうんうん、真田信行なんだけど、うん、直接言えなかったんだろうね。石田三成にちょっと草津行きたいんで、うん、真田信行にちょっと口添えしてくれないって言って、うん、石田三成から
いや、織田秀信さんが草津行きたいって言ってるんで、そこのつながりしによろしくをちょっと頼むよっていう風に手紙やってんだって。へー。実際行きたくてもやっぱ行けなかった人もいっぱいいるみたいでね。謙信行ってなくても影勝行ってるのかな。そう、あ、行ってない行ってない、あ、行ってない、あ、行ったかもしれないけど記録がないんだよね。あ、記録はない。 あとね、秀次も行ってるね。あ、豊臣秀次も結構行っててね、南下元寇ってお坊さんと一緒に行ったみたいでね。結構なんかあのその南下元寇さんってまた歌読む人なんだけど、その人の歌を読んでるとなんかどうやら草津温泉は露天風呂だったみたいだね。なんかその お風呂のね、うんお湯にね、月が映ったっていうのと書いてんのよ。あらら、夜ですか。そう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 、だからまあ、露天だったんだっていうね。露天か半露天か分かんないけど、うん、でなんか秀次がこの草津のお湯の効果でいつまでも若くいることを知りましたみたいなことを書いてんのよ。はあ、へえ。そう、若返りの効果とかもあったのかもね。その頃それをみんな信じてね。混浴なんですかね。うん、いやもう婚浴っていうかその身分高い人はピンで入るだろう。いや分かんない、即室とかと一緒に入るかもしれないけど、入るかな、分かんないけどね。へあとそうだな、うん、お坊さんとかだと多分ミーポン分かんないもんね。お坊さんそうだな、葬儀とかね。あ、葬儀さんは蓮如とかね、うんうんうん、あとね総長とかね、うんうん、あとはね本願寺蓮如さんとかね。結構行ってますね。真田信之もだから行ってるよね。あ、真田信之もね、関ヶ原前後でなんか病気になっちゃってね、うん、仮病かも分かんないけども、なってたなってた、去年のね大河でも。そうそうそう、自分の領地だからね。うん、うん、まあ、草津当時に行ったよっていうね、そかそか、話がそこ忘れちゃいけないですね。そうだね。あ、じゃあ信重はあの真田信重行ってない。あ、行ってな い, 行ってない。あ、もう、行ってない、うん、やっぱね、そんな簡単には行けないんだろうね。へー、うん、ある程度身分のある人はね。うん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 、なんか面白い話そうだな、なんかあるかな。ね、ちょっと分かんない人かもしれないけども、うん、誰ですか。誰でもいいの。誰でもいいですよ。葬儀さんの話しようか。あ、葬儀さん、葬儀さんってあの蓮華師さんだよね。はい、で葬儀さんが初めてあの行った時は総長さんと一緒に行ったんだって。うん、一行で行ったんだって。もうでもね、葬儀さんはもうねヘロヘロの時に行ったみたいでね、もう病気の時に。あ、もう病気。まあだから病気だから草津行くんだよな。うん、やっぱみんな当時なんだ。そうで、まあ、病を患ったその葬儀さん一行がね、その越後の国から駿河に向かう途中の3月26日に草津に行ったんだって。うん、でもね、なんかあの葬儀さんね、近くに伊香保温泉ってあるじゃん。あ、ありますね。葬儀さんね、なんかチューブを患ってたみたいで、うん、なんか伊香保の方がいいんじゃねって言って伊香保に行ったんだって。あの泉質が、まあ、温泉 が, 温泉が、まあ、そういう話聞いたんだろうね、うんうん、だから総長さんは草津に残って、え葬儀さんは伊香保に行っちゃったみたいなんだよな。そんな分かれてもあるんだ。そう、でもね、葬儀さんね、伊香保、はい、について、うん、やっぱ具合悪くなっちゃったみたいで、はい、ほとんどお湯に浸かれなかったみたい。うん、でそのまんま、そのまあもともと駿河に行く予定だったんだけど、途中の箱根湯本、うん、もう温泉地ばか回ってんだろうね、うん、箱根湯本でついに亡くなっちゃったっていうね。 あ、そうなんだ。うん、最後は草津入ったのかな。入って伊香保の方がいいと思って浮気しちゃったからな。伊香保温泉と草津温泉でちょっと近いからさ、ややこしいよね、うん、近いけど、でもお風呂の性質全然違いますよね。あそこ、まあ、そうそう、ね、でもね、戦国時代とか昔のね、うん、記録見てるとね、伊香保と草津をね間違えてる記録って結構あんのよ。あこれは多分お湯の質から言うと伊香保のことじゃないかなっていうのを。あ、そうなんだ、そうなんだ。草津だって書いてたりね、うんうん、うん、結構ね、伊香保と草津って遠くから来た人にとっては、うん、どっちがどっちか分かんないんだろうね。へー、ちょ、地元の人に聞いたりとかさ。どうなんだろうね。全然違う温泉だけど ね, ね。いやでも結構いるんですね、やっぱり。そう、まあ、結構面白かったでしょ、うんうんうん、なんか武田勝頼の家臣が3人ほどなんか行くからよろしくねっていう手紙を出したとかね、うん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 、朝鮮出兵で疲れた武将をあの草津に
よこすからよろしくねとかねっていう手紙が残ってたりするけども、実際に行ったかどうかが分かんないんだよな、あれでも傷口とかあってあのお湯使ったらうわーってうわーってなりそうですけどね。なりそうだね。効くのかなあれ。それが効くと思ったんじゃない。あ、しみる感じが、だってあれだけ強いお湯だと効きそうな気はする、ね、酸性のね、もう傷口とかなんかすっごいもう溶けちゃうんでしょあれだから、ね、そういう皮膚とかもうすごい殺菌されてそうなこの感じなんでしょうね。そうだろうね。まあまあね、草津温泉今でもね、人気だっていうのでね、まあ、戦国時代の人たちもわざわざ遠くから行ってたし、行きたくても行けなかった人もいっぱいいるし、それぐらいなんか憧れのねスパリゾートだったっていう。スパリゾート、スパリゾートだったっていうことで ね、 そうですね、まあ、これからね草津温泉に行く人はね、あ、そういう風な昔の人も、そういう思いで山道を越えて、あの草津に行ってたんだっていうのをね思いながら入るとさ、またひとしおなんじゃない。あ、行きたくなった。多分温泉の質は昔も今も変わんないだろうから、多分戦国武将たち前田利家たちもあの酸っぱいお湯を舐めたと思うよ。草津にも露天ありますもんね。露天あるし、ね、あれ入りながら、そうそうそう、それをこう思いながら、はい、こう自分も浸るっていうのもありだよね。あ、夏に行きたくなりましたよ。夏にぜひ行ってほしい ね、 はい、ということでね、まあ、今回はねちょっとあの季節外れかもしれないけども、草津は本来夏の、湯治場だよっていうことでね、今回はあの草津温泉についてねちょっとスキラジトークをしてみました。戦国ネットスキラジ第50回、そろそろエンディングの時間となりました。はい、なんかね温泉の話をしたら、なんかやっぱりこうあったかくなってくるよね。なってきましたね。ほっこりしてくるよね。なんか本当に行きたくなりましたよ、ね、なんかしょっぱさをちょっと味わいたくなってきた ね、 ね、ま、ね、夏こそだから戦国の、だから湯治を体験できるってことなんですよね。そうだ ね、 ね、だから歴史好きは、草津は夏行けと、徴用の節句までには行けよ。わかりました。はいはい、そんな感じでね、また面白い話しますんで楽しみにしてください。どちか高一プレゼンツ戦国ネットスキラジはお聞きのスキラジウェブ内にて配信いたします。スキラジでは皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、取り上げてほしいテーマやご質問、お悩みなど何でも OK です。ご覧の宛先までどしどしお送りください。お送りいただいたものはスキラジ制作で使わせていただきます。スキラジのレベル向上と番組維持へのご協力よろしくお願いいたします。さらに番組では、過去回のね、再配信リクエストなど、メールにて受付中です。聞き逃した回やもう一度聞いてみたい回などありましたらぜひリクエストくださいませ。それからですね、毎回言ってますがスキラジ公式ツイッターではですね、あの可愛らしいマスコットキャラクタースキラジローがですね、まあいろいろとあの歴史のことあることないこといろいろとあのつぶやいていますのでね、こちらの方もどうぞよろしくお願いいたします。ちなみに私も個人ツイッター始めたんで、あ、ミーポンのツイッター、はい、よかったらそちらもフォローしてもらえると嬉しいです、はい、よろしくお願いします。皆さんからの熱い隙間の魂をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。戦国ネットスキーラジ、お相手はレボ統治家光一とレガミーポンでした。皆の者、こたびはこれにて陣払い、さらばじゃー。